明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ネスガさん、今日ははい4人いますね。ね、しくもびっくりすることにゲスト、そうですね、はい、4人いて誰も洗濯機を使わないですよね。ということで、はい、菅さんからじゃあ今回のゲストの方は、はい、飯吉さんは主今をときめく南葛 FC の選手です。で、もう一方こちらにいらっしゃるのがですね、その南葛 FC の YouTube とかで試合 の、 映像を撮影編集して配信していらっしゃる林さん、よろしくお願いします。はじめまして、キャメラ林です。よろしくお願いします。もうその毎試合毎試合やられてるんですよね。やってますね、はい。特に去年は無観客だったんで、はい、いやでもカメラワークは見やすくですよね、うん、すごい。ありがとう。ゆうちゃなんだけどさ、この リーグで YouTube の映像だとは思えないぐらいちゃんとしてる、うん、かの中継の映像になってる。どういう点に気をつけるんですか、そのサッカーの試合とかですと。まあ僕はずっとENG カメラマンっていうのをよくでかいカメラで報道とかで、はいはい、たまに見るじゃないですか。まあカメラを使ってずっとカメラマン、ね、やってました、うん、まあ、それで、まあ、僕もサッカー好きなんでサッカーの番組とかも、やってました。 J スポーツの、はいはい、J リーグプレビューショーっていうやつを結構特に、2005年か2008年ぐらいですかね、うん、南葛 SC のすごいのはそういうもう各セクションというか、そこプロの人が参加して、いろいろチームを盛り上げているっていうところがやっぱすごいことで、いろいろ話聞いてる。実際カメラ自体は何台使ったんですか。1台とかあれば2台とか。普段は1台です。1台で、うん。サッカーの試合で1台って相当大変じゃないですか。まあツイッターでも要は嬉しい言葉は、このカメラ何台使ってんのってこうね、そうなんですよ、言われるのは嬉しいですよ。それはね。何台使ってんだろうみたいな。うん、1台です。1台なんですね。はい、まあその場面場面で、ね、ルーズ取るか寄るかパンするかとか、まあ、今年もじゃあずっとその試合をそうですね、できる限り、はい、やっていきたいと思います。いいよし君も、うん、すごい人を連れてきていただいてたま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 、そうたまたま巡り合わせで。ちょっと名刺をね新しくしようと思って会社の方、南葛 FC の会社の方行ったら、ちょうどね、飯吉君が三栄さん行くって言うんで、あ、じゃあ明日はついでに行くよって言ってて、で今日たまたま来たらここまで来ちゃいました。結果コインランドリーに座るっていうね。そう、このコインランドリーなんかね見覚えあるなと思って。一応視聴者でもあるらしくて、見てくれてるらしいです。たまに、でも、はい、でもありがとうございます。たまたま名刺を作りに来ただけなので、ね、失礼してしまったっていうやつね。ゆうし君、去年はどうでした、どんな年でした。いや、まあチームとしてはもちろん昇格できたんで、はい、バンバン最高でしたね、まあ、でも個人としてはまあ試合出れてないんで、まあ、ちょっと悔しいシーズンではあるんですけど。じゃあ今年はどうですか。今年は、まあ、まだ練習始まってないんですけど、新シーズン、はいはい、来週から始まるんで、まあ、アピールして試合に出れるようにって感じですね。そうですよね。ゴールキーパーの方も入りましたね、はい、入りましたね、はい、ライバルも増え、でもモチベーションも上がりますよね。そうですね。やっぱキーパーって難しいところありますよね。フィールドプレイヤーのそのキーパー以外の方はじゃあパパッとそのいろいろ交代できますけど、キーパーはなかなか難しいんで、ただ一回その座をつかめばかなりいいですよね。いや、この間ね、エキシビジョンマッチで飯吉君が活躍してるのを初めて見て嬉しかったよ。あの時って
楽しいの、それともめちゃめちゃ緊張するなみたいな。いや、まあ、エキシビションは楽しい、ね、楽しいですか。そんな別にそのなんか勝敗をめちゃ気にしてるわけではないんで、あれはもうなんか楽しむ試合なんで。自分に向かってくる選手がね、みんなアイドルみたいな人ばっかがいるわけじゃない、状況として。その人が自分に向かってさ、蹴っ飛ばしてくるわけだから、はい、ドキドキするんじゃない飛ばしてくるじゃん。いや、ボールもね、まあ、もっと打ってこいって感じなんじゃないの。まあ、まあ、確かにそうですね。軟活しかできないイベントですよね。そうですね、キャプテン翼カップは。それがすごいですよね、はい、そうなんですよ。でいつもレジェンドチームはやっぱビッグネーム来るんで、毎年楽しみですよ。それやっぱり GM が声をかけてみたいな感じですよね。まあという感じで今年も、始まりましたので、どうぞ終わりますので、はい、皆さん個々に頑張って、はい、今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、あれもう終わっちゃうんですね。そうですね。何かちょっと言いたいこととかこう言っておきたい。いや、まあ、まだ、あれもう一人来ましたよ、はい、選手。あ、岡田選手。登場するところ。とりあえずじゃあ、お姉さんの選択の、どうぞ。はい、どうぞ。一回止めて。なんとコインランドリーに岡田選手が突然来ていただき、おめでとうございます。ありがとうございます。一応紹介です。おめでとうございます。ありがとうございます。すみません、最後の昇格戦の村越選手が決めましたよね。でも前の岡田選手の粘りがあったからこそのミスからの粘り。いやでもめちゃくちゃのミスからやべどうしようと思って。でもあれが僕はすごく印象的でしたね。あの粘りすごいなと。結構いいところでアシストするんですよ。すごいリュータのね、あのスーパーゴールもね。ああ、あれレッドで。はいはい。確かにアシスト。マシストっすね。マシストだよ。一応狙ってたんで、ね。うん、やっぱフィジカルがすごく強い。そうですね。やっぱ粘りが。そうですね。負けないな。当たり負けないし。あともう一つ、ヒロチのね、やっぱ水本のいいゴールあったじゃないですか。ああ、はい。あれもヘディングで。あ、そうですね。アシスト。そうですね。水本では絶対点を取るみたいな。そう。で水本の岡田っていうのを作ったんだけど、そうですね、見てくれた？あ、そう、見て、うん、見ました。いや見ました、いや見ました。ちゃんと見た。どうですか？いやもう、うん、光栄。でも もっとだったら点取らなきゃなっていう気持ちの方が、うん、むしろちょっと水本以外でもちゃんと点取らなきゃっていう。そうですね、はい、そしたら青江のボンズ市原戦で取ったもんね。ああ、取ったですね。翔太からのね、いいパスが来て、はい、キーパーと1対1になってね、そのまま1回外してるの。そんなに引きずらないですか？もう次、みたいな感じですか？いや、引きずりますね。あ、引きずる？いや、本当に結構引きずります。だからフォワードっぽくはないですよね、性格的には多分。へぇ、多分他のフォワードだったら全然気にしないと思うんですけど。あ、村とか。あ、村越とか。どうやってそういう時切り替えるんですか？いや、自分にもマジ、本当に言い聞かせてますね。これのままじゃ終われないって。本当ダメな時、それで焦っちゃう時もあるし。さっき、いよし君に今年の目標をね、こうお伺いしたんですけど、岡田選手は、どうですか、今年は意気込みというか、目標はどうですか。まあ、去年、ね、まあ、途中からが多かったんで、まあ、その体力的なところも踏まえてだと思うんですけど、まあ、今年はちゃんと、まあ、サッカーに打ち込んでやりたいんで、まあ、体作りもちゃんとして、でちゃんと最初から途中からだけじゃなくて最初から出てもう点取れるようになりたいです。はい、意気込みはで、まあ、でその JL 昇格に向けて貢献できればなっていう個人的な数字もアシストと得点も含めてが目標です。あと
まあ、新小岩なんですけど、今飯吉君が新小岩を盛り上げるために、はい、あのサポーターさんとかパートナーさんを一生懸命格索してるので、岡田選手新小岩よろしくお願いします。これからどんどん人が増えていくように、はい、あのこのおじさんと一緒にやっていきたいので、ちょっと進行はどんどん今フラッグがその他の商店街の方たちにも増えてますけど、小松通り商店街が最初ですからね。そうです、そこはあのそう飯吉君の、はい、そう飯吉君の成果で西美術さんがその小松通りの方と話し合って一番最初に南葛のフラッグを掲げたので、これはもう一番南葛 SC に貢献している商店街と言わざるを得ないでしょう。ありがとうございます、まあ、あの愛着を持って小松通りを応援していただければと思いますけどね。そうですよね。飯吉君最後何かないですか。最後ですか。最後明るい一言。そうそう明るい一言。今年は南葛も新小岩も自分が盛り上げていければなっていう。素晴らしいコメント、素晴らしい。翔平君も一緒に。そうですよ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ただ至らないチャンネルのところはありますけれども、ぜひ今後とも、今後ともよろしくお願いします。お願いします。アイさんも今日はありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。